最初のターゲットは鏡セール。はい、エレベーターの何も疑わずエレベーターに乗り込むよう。すごい。鏡、このエレベーターでドッキリへご招待しよう。これは怖い。これは怖い。これは怖い。何も見えない。そうか、真っ暗で分かれへんやん、ボタンも。探してんの、ボタンを。どこがしてんの、どこだろう。サムちゃん、サムちゃん、なに、警備員に扮した藤井隆登場。あ、藤井くん、すごい、怖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 い、なんで藤井なんで藤井違う、あなたハッハーの人じゃないですか。三浦マイルドです。三浦マイルドさん、どうも。知ってますか。全然マイルドじゃない。それだけで落ち武者になれる芸人、三浦マイルドが仕掛け人となり恐怖の世界へと落とし入れ、これは続いてのターゲットはノンスタイル石田明。ここに上がっていただいて、調査します。石田よ、恐怖のエレベーターへようこそ。これで怖いわ。すげえおどおどしてる。ちょっと、すいません。いや怖い、もう当人。はい、はい。はい、ここで落ち武者マイルドが石田の元へ。
マイルドと高橋だ言ってみろ、マイルドと高橋だって言ってみろ、マイルドと高橋だ、そうマイルドと高橋だ、マイルドと高橋だ、ちょっとこれ怖すぎるぞ、ちょっと怖いよ、これは絶対ダメなやつです、これ泣かないで、泣かないで、マイルドと高橋だから大丈夫、もう大丈夫、マイルドと高橋ね、ね、大丈夫やね、マイルドさん、ほらくなって出てきて、ほらくなって怖くあれ怖かった、あれ怖かった。続いてのターゲットは長野美里。目覚ましテレビのお天気コーナーを担当しているキャスト、何を出すか決めてくださいね。予報からお伝えします。今日のエレベーター予報、笑顔のち涙雨、心により大絶叫といったところだろう。はい、わかりますか、ここが水害行ったら、はい、了解です、すいません。長野、恐怖のエレベーターへようこそ。大丈夫でしたか、大丈夫でしたかね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、中野さん今のお気持ちどうですか。ちょっとよくわからない、わからないですよね。すいません、大丈夫ですか、押し抜けちゃうんだ。じゃあ、経過しましょうか。